マリモ&バッチの俺たちタックだろー。そうなのか、始まりました。そうなんでしょうか、果たして。びっくりしました。いきなりタックだろって言われましたので、こっちも準備ができてないから。タックなんですかっていう。なんでやってんですか。タックでしたっけって。タックですよ。本当ですか。所属してるとか違えど、タックだったはずですよ。主に4人で動いてたと思うんですけど、基本的には。まあまあそれは置いといてですね、はい、我々が今回から新番組始めさせていただきます。ありがたいですね、こちらのチャンネルでね。で、松本さんには、はい、私この番組でちょっといろんなところに嫌な予感がします。まず喋らせてもらっていいですか。いや、嫌な予感がするんですよ。遮らないでもらっていいですか。僕タイトルしか知らないんですけど、やっぱ俺たちタッグだろってパワハラの匂いしてる。押し付けられてるのね。パワハラの匂いしてる。断るなよお前っていう。タックだろ。タックっていう。そうだよなっていう感じがもうにじみ出てる。タックの我々が何するかっていうと、僕が行きたい、僕旅行ね、結構行きたい派なんですよ。まあ、はいはいはい。お出かけしたい派なんで、はいはい、お出かけする私の希望をあなたの力を持って叶えてもらいたい。ほら、何？ほら、何ですか？適中じゃないですか？違う、協力してくれって言ってるんですよ。適中ですよね。施してくれってことですよね。協力してくれっていうか、もう呼んでここにいる時点でマストだね。やるしかないって、うん、協力しろってこと。協力せざるを得ない。なるほど。そう、まあ、だから勝った分ってことですか。そう、もちろんこれからパス2人で打ちます。まあ、機種とかはね、その都度変わってきますけど、勝った分、プラス分でなんとかそれをね、使っていこうじゃないか。まあ、どういうこと、その行きたいとこっていうのは、その、いや、僕の行きたいとこです。どのぐらいの近場からで、まあ、言うと、まあ、僕ら関東住んでるじゃないですか、はいはい、やっぱ関東の近いところで、なんか大仏とかあるんじゃないですか。ああ、はいはいはい、でかい、あの牛久の大仏とかでもいいですし、はいはい、あとは僕行きたいと思ってるのが波照間島。波照間島っていうのは日本最南端の島です。沖縄ってことですか。はい、そこがすごいもう神秘的なところらしいので、すごい旅行の話その波照間島まで行くってなると、はい、多分1人10は最低欲しいなっていう。お、仕事で？それは何ですか？この番組で行くんですか？そう、撮るって。あ、平たく言えば、強制的に金使わされて旅行がされるってことですよね。まあ僕のも積み立てますけど。はい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 。まあ、あ、もう今日買った分このぐらい。そう。まあ僕はね、自分は行きたいところは積み立ては当然なんですけど。まあ、そうだ。松本さんは僕の行きたいところのために積み立ってくれるんで。そうですよね。まあ、ある意味事前事業みたいな感じです。まあ僕も別に嫌いじゃないんで、まあいいんですけど。負けません。まあでもそこは僕のためだと思って。すごい。もうパワハラがすごいもう分かりやすい。もう俺たちタッグだろがもう始まりましたね、うん、俺たちタッグだろ、何俺のためだと思って。何言ってんだお前、出せよと。俺めっちゃいい笑顔するよ、ハテレ島に行ったら。多分君にまだ見せたことない。うん、すげえ写真撮りたくなると思うよ。いや、じゃあ、まあ、どうだろう、まあ、例えばですよ、一人で20万かかるってなった時に、まあ、出して20万ためたとするじゃないですか、はいはい、まあ、それ本来俺たちが持って帰る20万じゃないですか。そうだね。で、その20万使って旅行行ったらそれ撮るんですよね、うん、番組にするんですよ、うん、いや、それ違うと思うよ、俺たちが違うよってか、旅行って、だってさ、20万ためて20万と旅行って行けばいいじゃん。行けばいい、その場所で行けばいいじゃん。なんでカメラまでついてくるんだ。それがやっぱ仕事になるってことだから、もう一つ欲しいっすよ、だから。ああ、そういうことね。それはだって、じゃあやったらやっただけなんかくれよっていうのがあれば、僕もこう、じゃあこうしましょうかって。ああ、そうだね。なんだろう、騙されてないですか。なんか取られ損な感じはあるよね。一生懸命言って旅行行っちゃいなよ、旅行行っちゃいなよみたいな。なんか何かしなきゃいけないから。俺やりたくねえんだけどな、あれみたいな。一番高いの食べないみたいな。全部その俺らの金でやること自腹だけどなって。そうですよね。じゃあ分かりました。それなんかだから分かりました。あなたが納得する形で、私がじゃあ番組と交渉して引き出しますから。 あなたが納得する形のものを買って食べて、すごい羽振りのいい旅行をしたら、しただけの何か、ああ、いい旅行を取らせてもらえた、ああなるほど、ね、っていうのがあるんであれば、じゃあ頑張って食べて。どうする、行くだけ行ってさ、じゃあこれですってなんか番組のオリジナル T シャツとか渡されたら。ぶん投げます。機材の一つを壊しますよ。俺は一人15万ぐらいの旅行してるのに、あ、これあの記念に T シャツだって番組の2枚しかないですよとか言われて、うわーって言いながら、あのカメラのここ回るとこクラッと。
知らなかったみたいな。いらこんなもんで納得させるから。あ、本当に、うん、いや、まあであれば、はい、まあ、勝てばいいってことで、まあ、とりあえず勝たないと。じゃベストはですよ、お互いその実習者もプラスになりつつ、その中からこう積み立ててって旅行にも行けると。そうすると、まあ、ウィンウィンじゃないですか。ウィンウィンです。まあまあ、いわゆるその勝って旅行も楽しんで。そうだな。行ってみたいと思います。まあ、どんなに出したとしても、だからやっぱ、はい、僕はその金で旅行で番組撮るっていう以上は損してると思ってる。じゃあそこの意識、本来、うん、本来はね、本来はね、本来はね、うん、そこも、まあ、納得させる。騙されてますよ。何かされたか知らねえけど、うちはね、でもこれもよくないですか。どう言いくるめられたか知らないけど、やられてますよ。ネゴシエーターって言われてます。松本所属媒体とのネゴシエーターって言われてます。今までいろいろやってきたからね。口喧嘩では負けないじゃあそろそろ行きますよ。わかりました、はい、では一発目の収録ケース松本店で、行ってみたいと思います。頑張ります。俺たちタック出せ。違います。何ガッツ出せみたいになっちゃった。ガッツ出せみたいになっちゃった。何だっけ。ガッツ出せみたいになっちゃった。タックだろうか。タックだろう。そうだ、でも行こう。大丈夫。なおひどい。いや、初回からやっちゃいましたね。220台も台ないですよ。嘘つくね。あるわ。あるんだ。それはあるわ。やっちゃいましたねこれ。さあどうしましょうね。何撮ろうかな。番長全然開いてない。全然開いてない番長。外線はまだ、あ、でも開いてない。外線も開いてない。開いてない。もういいや、置き時行くか。とりあえずリセット狙いですか。動けなくなる可能性もあるからな。とりあえずなんかリセット狙いの話してますわ。大して馬鹿もねくせに。また番長も凱旋も無理でした。収録環境のみで台選ぶのやめてもらっていいですか。違う。ちょっと僕あの連チャンやめがないかだけ見てきますわ。あ、運命共同体とはいえあるやんけ。ゼロゲームやめあるやん。ゼロゲームやめ、あ、でもリセ格か。リセッカ、まあ、末置きの可能性があればもうさらにうまいんですけど、これリプレイ揃ってレバー回らないってこれリクシリセ格なんでね。1台だけゼロゲームやめありましたけど、リプレイ揃ってて回らなかったんで、あ、リセ格ですね。リセットしてってこと。バタバタしておりますが、置き時の朝は早いということで、特に何もおしゃべりしないままちょっと1台目行ってみようと思うんですけど、どうでしょうね。この規模だもんで、でも会計士さんって結構前立やるんでね。そうそうですよね。 よくご存知。まあいわゆる朝引っ掛けて B に上げて、あとは飛ぶまで行くっていう、その住処を見つけるっていう方法はね、まあ、そんなにうまくはないんだよな。朝一のゲーム数、何ゲームまで。僕だから残り台数によりますね。ああそういうことね。じゃあまあこのぐらいの空き感じだったらもう1000円ぐらいずつ行きたいんですけど、あとスイカ引いて当たんなかったら移動しますね。ああ分かるわそれ。確率が上がってるんで。チャンスモード、お、来たー。これ当たんなかったら移動でもいいから。はーい、当たった。そっちじゃねえ。うん、俺が当たった。俺もそっちみんなが叩いたら当たってた。何それ。あ、もうモードアップ率2倍になってないですか、そのあたり。ありえるね。一発で飛んだかもしれないですけど。さあということでビッグでした。しかも俺のスイカで当ててやめてください。
今のそういう感じだったよね。松本のスイカで当てました。いや絶妙なタイミングで、はい、飛び戻した。終わり、取られた当たり終わりです。朝一レギュラーは終わり、終わり、おぎどぎの世界で早い。よし、これでとりあえず飛ばすまではいけるな。このぐらいの速さで当たれば他のお客さん映さないとか、そういう意味でね。そうですよね。あ、おいおいおい、引いちゃった。やりますね。やりましたね。朝からやりましたね。おい、まさか。おいおいおい、あるじゃないですか。これってこれ今すげえ大事ですからね。この抽選めっちゃ大事です。そうだね。朝一だったらだって B でしょ。 25% でドミドミいきますから。でもこれで勝負が今日決まるかもしれない。これ飛ばなかったら A ですか。たま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 引いただけってから。そういうこと、はい、ゴッド取れてればなとかちょっと思っちゃうな。ゴッド取れてればゴッドでしたね。ねえ、クラブっていうのは引いた段階では勝ちは決まりませんよ。お、人生もそう。生まれた段階では勝ちは決まらない。その後にどういった人生を歩んでいくかに。重たいな。松本さんに言われると重たいですね。深みが出ました。深みが出た。深みが出ました。ここ2年ぐらいで、はい、深みと渋みと苦みが出ましたね。自分で言うんだよ、苦みまで。苦みまで言うよ。し、ここはこれ飛ぶまで行きますけど。あ、そっか、マリマさんはとりあえず1ゲーム連もあるから、うん、1ゲーム連堪能させていただきます。いいですね、朝から天気がよろしい。さあ、安いな。安い投資で1000円ですからね。僕2000円、まあ、もちろんある程度の思考で遅れたと思います。遅れたと思います、はい、中段にドーンって。あほら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 、来た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 。すごくね。言葉が出ない。マジやべえな、この番組。何が起こったんだ。うわー、2人ともボケたの。ボケたのも引きます。ただ僕はもう連チャン確定ですけど。あ、何その言い方。あんたはまだあんたはまだ違うんだけどなみたいな。なんせフリーズしたら今日すごい積み立てられるよ。うわ、投資2000円っすよ。やべえな。まだこんな理想的な置きときなかなかないでしょう。かわいいですね。出た出た。かわいいですね。出ましたね。じゃれてるんですね。あれなんで音きあれこれ当たるんじゃない。ほら、いやいや、なんかこっちの話夢中で大ステージで音消えたからはぁと思って。おいおいおい、行くね。簡単だね。でもそれよりもだよね。今日本当今日一番大事なとこだマジ。今日ちょっとこれ見てたいね。しかも、まあ、僕も朝早く当たってるんで、まあ、B だと仮定した場合、はいはいはい、ほぼドキドキですからね。あ、なるほどね。行くぞ。来い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 。あたたた、いました。なんとライス、わずか総ゲーム84件でフリーザーやりました。負け者でございます。うわたまりませんね。あ、いいんですかおい。なかなかないっすよマジで。こんなもんなんで両方なんか行かなくちゃなんねんだよ。こらこらこら、いやもうこれは見えるよ俺。いやー、神様は見てるかな。やっぱ神様は見てたんすよ。我々が一緒に仕事するために別にうまくいってくに変な事情が絡んで終わっちゃう番組があまりにもあるから、もったいないね、もったいないねって言ってたのが、ね、ようやく。じゃあまずはフリーズぐらいプレゼントするかと。じゃあこれまでちょっと変なね、変な事情で作品が終わることが多かったから一生懸命やってきても関わらず、いやこんな簡単な置き時は何年ぶりでしょうか。いやー、驚きだこれ。驚きですよ。いやでも2分の1そこで引いてくれるところがね、さすが松本さんですよ。当たり前じゃないですか。誰だと思ってるの。
すごい。2分の1も引けないとこの状態で生き残れるから、生き残ってなるわけねえだろって。はい。甘く見んな。この通りだな。そういう、そういうのだけで生き残ってるんこっち生き残ってる。だから、この積み立てた分を1回で使う切る必要はないから。あー、ちょっとずつ、高額にとってもいいってことですか。ちなみに、どのぐらいのスパンで、その、いわゆる、どっかに行こうとしてるんですか。あ、俺の理想はシーズン1回で年4、そう年 3ヶ月に1回松本まりもの旅ロケがちょっと多いっすねちょっと多くないで、なんでそれだって春には春のいいところ、夏には夏のいいところがあるんだから。わかります、わかります。もちろんもちろんわかる。この日本という国において、そう四季、素晴らしいがあると、はい、ただそれ俺らも兼ねていくんですよ、ね、いや多くさすがに手じゃないんですよね。そう、手じゃない。手じゃなくて積み立てたところから、我々の積み立てた分で行かなくちゃならない。そうです。で、年用は多いじゃあそこ、やっぱそこはバランス見ながら、まあまあまあ、そうですね。うん、だから1年に1回くらい、まあ、でかいのがあって到達できるように、ちょっと1回この辺で行ってみて、しとくぐらいの感じだったらまだ分かりますけど。そうだね。いや、各季節に1回ずつなんかそこの素晴らしい景色っていう話であれば、ちょっと考え方変えた方がいいと思う。さすがにそれも滝の番組じゃなくて旅番組じゃないか現状じゃ半年に1回行こうよ。一旦まあ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 、まあ、半年に1回ぐらいで一応全力で行くのは1年に1回。そう、あ、まあまあまずその前に1回、その半年前ぐらいに1回ちょっと黙ってもらって、90本落としちゃうといけなくなりますよ自分はボーナス中だからいいかもしれないですけど、ここからのガチ抽選始まるんです、ま、超ドキドキとか、ドキドキはまず序盤がすごい大事だから7年8年超えてくればどこまででもいける。だからそこまでにやっぱ落としがちなんですよ。まあ、余裕ぶっこいてるとダメだよね。そう。え、あすげえ。超ドキドキ確定のやつ珍しい。これこのタイミングでこれ突っ張ったらすげえ珍しいですね。そうだね、見ないよね、確かに。これも超ドキドキ確定。それも超ドキドキ確定だ、はい、超ドキ確定の。いやー、いくな。どこに、波照間島。波照間島行っちゃいますね。俺こそこれちょっとちゃんとしとかないと。あ、おい、よっしゃ、上がってた、上がってた。これ上がってるよ、だって。あ、いい音した、いい音した。おお、いやー、ちょっとスタートダッシュとしては勝った、やばいね、これ勝ったえ、ちなみになんですけど、はい、その予備、予備入れてこられるじゃないですか、はい、それ、その入れる貯蓄額は自分で決めていいですか。まあそうね、だっていや今から浮いた分全部入れろっていうのはあまりにもじゃないでしょうか。先輩3先輩取れるからね普通に行ったらさ、だから今日5、6先輩入れるはめじゃないかね。それはあのおのおののシャールでいいんですか、さじ加減。あ、なるほど。どうしようよ、負けるときだってあるわけだから。そうそうそう。ただ1回入れたやつから取ってマイナスに補填しちゃダメだから、もう入れた分は入れた分で貯蓄なんでね。なるほどね、積み立てだから。そうそうそう、入れたら勝手に自分の意思で解約はできない。うわ、じゃあ初回あんま勝つのよくないっすねちょっと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 、おい、ちょっとなんだこの早く終わってもいいかなみたいな雰囲気出すなよ。あ、今日はあんま出しすぎるのよくなくないっすか。いやいやいや、もういいよ、いいよ、俺はいいよ、俺はいいよ、俺はいい。え、揃えます。あ、入れる分、まあでもそこはさ、揃えるのがまあ理想ではあるけど、まあね、1人10万円の旅行をするっつってさ、まあ20万貯まりました。でも内訳は松本さん8000枚で僕2000枚しか入れてなかったですっていうことも起こりうるわけだから。ここがあれですよ、あのその南の島とか行って、そのステーキとか頼んでても、マリモさんはスパムですそれはそう。でも、あ、えまた止まっちゃうの。いやいやいや、待て待て、いらねえいらねえ、全然いらねえあ、いや、いや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 、でもすごいね。え、だってもう3回引いてんだよね、この空間。
この保証台の2台間みたい。行く場所ないんだよ、もうこれ以上。ただ1ゲーム連だもんね。これ以上行く場所ないんだよ。ちょうど金以上のボードないんだよ。そうだね。なんかもったいない気がしてきたから。もうこれ入れろってことじゃない。神様のおぼし飯。なんで取られると出ちゃうんだろう。ピンでやるときはこんなことないのにって。まあ取られるわけじゃないから自分で使うから。すごいねマジで。何事なんだろう。こんなデータ書いたことねえわ。嘘だよみたいな。集団チェリーでフリーズさせた後に確定チェリー取ったデータみたいな。15ゲームでございます。わ、オールビッグ、オールビッグ師匠、オールビッグ師匠です。うわ、どうすっかなマジ。もう6000枚くらい引きそうだな。6000枚7000枚出ちゃったら俺いくら入れればいいんだろう。いくら入れれば嫌われないだろう。まあ、松本マッチの男気が試されるところはある。でも自分も半分使うわけだから、半分っていうか、だからそのここまで下がったら、はい、ロケ旅行ロケ観光されますっていうやつあるんですか。はい、まあでもそのいくつかあるんですよ行きたいところがね。ああなるほどなるほど。まあそのさっき言ってたダムとかね。南の島とか。ダム行って、黒部ダム行ってよ。そうそう、いいよ。だからあなたの意見も聞きますよ。ああなるほど。もちろんね、そこに行くとは限らないけど一応参考にはさせていただきますよ。もうその旅行にしか使えないですもんね。もちろんもちろん。2人で行く旅行にしか使えない、はい、だから入れた瞬間半分マリモさんのものになるってことですよね。そうだね。逆もしかりよ。逆もしかり、逆もしかり。そこに入れた瞬間2人のものになるってことだから。1000枚ぐらいかな、どんなに出たところ。まあ入れすぎ注意なとこはあるよ。入れすぎ注意ですよね。入れすぎ注意なとこはあると思う。入れすぎ謙信ですよね。なんかすごい入れすぎじゃない。そういう人すごい入れそうだけど。松本だけに、松本だけに入れすぎ謙信ですよね。それすごくない。でも楽しいとこ行きてえな。そしたらどうせ、どうせ払わされるんだったら。払わされるって感覚がいけないんだよ。違う、そうじゃない。違う違う。え、マリモさんと仕事じゃねえか。お前な、露骨だな。仕事ではあるけど、仕事っていう風にしなければ二人で旅行なんか 100% 行かねえから。そうそうな、うん、まあそうっすね。 100% そうなんて行かねえって、まあね、トントンだったらいいんだわ、うん、そうだわ。半分ずつだったら自分たちで持ち出して。そうそう、ね、マジ落とさないようにしよう。とりあえず設定運動の話は今はどうでもいい。そうだね。ああ、追加、スイカ欲しい。あ、スイカ引いたよ。あ、上手。30%当たれ。よしよし。さっきのチェリーで当たってくれてもよかったけど。あ、でもビッグだからいいや。一見当たったように見える。6連。ビッグに当たり。あれ超ドキドキから一回どこに落ちるんだっけ。落ちるとき保証です。保証か。はい、ドキドキと超ドキはもう保証しか行きそう先がないんだ。はい、すげえスタートでした。なかなかないよね。しかも2人ともだからね。マジで今日で、今日でどっかしらに行けるパターンある。このぐらいのレベルですよ。今日でうなずき温泉ぐらいだったらいけんじゃない。スイカの次のゲームにたまたま8分抜いてるっていうパターンも。いや今日はないでしょう。そうなった時本当に分かんなくなるんですよね。あの引き戻しに転落してて、はい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 、スイカで当てたパターンとかも考えられるじゃないですか。いろんなパターンが出てくる、うん、まあ、そういう自力が絡んでくるからわけ分かんなくなるのと楽しいのと。そうなんです、どんどんね。 ありがとうございます。大丈夫かなこれ。大丈夫。さっき松本さんが言ってたパターンじゃないけど。大丈夫です。大丈夫ですか。その感じはいます。ああ、その感じ。どこら辺に感じ取ったのか。花ちゃんの佇まいで。あ、そのね。はい、いや、オールビッグですよ、本当。オールビッグ仕様ですか。ねえ、7連。さあ、どこまでも行ってくれ。時間いっぱい連チャンしてくれ。ああ、もう今日帰り際まで連チャン終わってほしくない。でもそれぐらい続きそうな台ではあるよ。台というか。シチュエーションとしてはそうですね。シチュエーション的には。
ちょっと僕まずいんじゃないですかこれ。まずい。大逆転パターン待ってるのか。まあ連チャンね伸びてはいるから。ラストよ。ああ抜けた抜けた抜けた。さあどうしよう。松本氏から見て。まあ、気合い入ってるっていうことを加味しても、あの引き戻し見るかっつってちょろちょろ打ってもいいとは思いますけど、他に打てる台あんだったら別に捨てちゃってもいいとは思いますね。そうよね。ちょっと見に行きますわ。じゃあ。ほらすげえ引きたな、おい今日マジ 1%! すごいねマジで。松本さんすごいわ今日は。ていうか相手でな。メインどころは引きゼロですなこれ。設定が入りそうなところはちょっと埋まってますな。あ、ガレーとかでもちゃんと出てる。しゃあめちゃくちゃ出して帰ろう。選手上がってきた。500枚ぐらい入れろ。そしてそれでいいだろう。まずは冷静に考えたら、だって別にそこのカードに入れなければ自分で一人で旅行に行ったりするけど、あのあれに変わるんですよ。でもそこに入れた瞬間にあの自分の方が多かったらなぜかあの施す側に回らなくてならない。謎謎謎謎謎なのである。大体そもそもさ、大体だよ、マリモさんのが持つんだからさ、おかしな話なんで。一緒だったり考えてるかもしれないけど、あのいわゆるあのゴールドラッシュに滑り込めてないから、ゴールドラッシュ時代みたいなのがうちの業界にも、まあ、確かにありましたよ。お会いしたっぱでショートあ勝って、そう、貯めたら貯めただけよーし。だけ映像はだって豪華になるわけでしょ。そうだよ、普通にだってそれを番組で撮ろうと思ったら制作費をその分我々が出したり、最終回の旅パートの制作費を我々が腕で出したっていう見方もできるわけだから。そうだな、そうだ。なんだおいなんでちょっと切れてんだよお前ウェブとのいっぱいいっぱい出してんのになんで切れてんの。ウェブとのんびりしやがってと思ってちょっと松本さん、はい、もう移動できないっすよ。あ、なんか聞いてました、6号機もね出してましたよ。あ、本当ですか。6号機は全然うんともすんともいってないみたいな感じじゃなかった。もう焦点は皆さんの焦点はあれじゃないですか、松本バッジが何枚入れるのか。そこに映ってるじゃん。500枚です予告一旦500枚。ここは500枚におかしくなります。あ、お、来た来た来た、なんか遅れてたような気がしないでもない。話しててね、よく分かんなかったけど遅れてたかもしれない。103ゲーム。波照間島も行きたいんだけど、薬杉も見たいんですよ。薬杉ね、縄文杉ってやつですか。薬島に見てみたくはありますよ。でしょ、やっぱもあるけど、巨大なものってさワクワクするじゃないですか。まあそうですね、これだけで、うん、でもでっけえやつとかは僕も好きだから、絶景とかはね、いわゆる利害関係的なものが一致してるじゃないですか。実際問題ただ、だからそれをカメラ回しながら行くのにてめえの金で行くっていうのが納得がないだけで、おあれなんか騙されてね。もともと行きたいですよね、もともと行きたいってあれば、行きましょうよ。だから勝って行くってどうすか、番組しちゃいましょうよ。で、勝った金で行きましょうよ。行けなかったんですもん、一応回しますけどあれあれあれおかしいなって、なんか騙されてる感じがするなって。まあ、そのあなたが納得するものを引き出しますから、僕ちゃんと交渉して。そうね、それであればわかる。じゃあちょっと打つかな。2人でおきどき並んで打てる機会ってもそうないだろうからね。まあそう、まあ、この環境だと結構やっぱしかも出てるんで強
いんでね、お店でがちゃんと置き時出してる感じがあるんで、回数増えてるし、何連9連今9連ですね。オールビッグ師匠来ました。はい、朝市は、でも朝市繋がってないんで、あ、そっかそっか、レンチャンはもうオールビッグ師匠です今。なるほど、私未だオールビッグ師匠ですね。下っ端でショート、あー、いいね、下っ端でショート、あ、あ、下っ端でショートでレギュラー、あ、じゃあちょうど日だ、まだ全然、まあ、あー、早っ、96、いいよー、しかもまたオールビッグ、いいよまたオールビッグってなんだよ、またってなんですか。こんな当たるんすか、ドキドキって。俺の知ってるのと違うな、当たりますよ、とりあえず10連突破、まだまだ行きます。 90% で1回保証されて落ちるのか、そうです。しかも道中結局その子役のあれとか一芸連中生とかがあるから、多分平均年13年14年になってる。ああ、はいはいはい、ああ、いいですね、リール回転時、さらにレギュラー、特殊中遠征とか特殊点滅でレギュラー、どんどんアピール、次もちょうど来だよ、ほらもう追いつくからね、俺ちゃんと追いつくからね。いや、そこ上がったら展開抜群ですけどね。そうだね、10超えるとな、ちょっとな、まあ、この辺からはもう自力で引いてください。早いね、はい、早いね、気持ち切り替えていった方がいいです。この辺からはもう、あ、分かった、いなくてもいいわ、引くわ、俺が引くわ、引いて飛んだことにするわの気持ちで打った方がいいです。日本置き時アドバイザー松本バッチ、アドバイス協会会長なんで、自分で光らせるぞっていう心持ちで叩いた方がいいです。あー、20かラスト、まあ、2連単連チャン中でいいですよ、ここ連チャン終わらないと思うんで。なるほど、これ飯食ったタイミングで終わる可能性はあると思うんですけど、飯食いに行かなければ終わらないと思います、永遠に、はい、じゃああと2000枚ぐらい出してから行ってもいいの。お腹空いちゃったな。って言うと行きたくなる人、じゃあ行きますか、そのビッグが終わったら。わかりました。そっか、10時開店だから早い、さすがに3回連続で早い当たりはなさそうなんで、1回エナジーチャージしておいていいかもしれない。何枚入ればいいんだろう、俺 iPad 欲しいんすよね。今突然の私欲が出てきた。ほら、下っ端でショート、まだまだ行くぞ、わ、すごいいいと、やったー、そう、いい気になってたら、ちょっと話が違いますね、だいぶ。あー、やってまた、あ、337拍子、337はね、落ちた時に出やすいんだよね。そうですね、